じゃあお団子食べましょうよ。もうペコペコです ね、お団子のことしか考えられない。大丈夫です、僕はね、トラヤさん予約してありますから。マジっすか。はい、大丈夫です。できる男。そうでしょう、うん、ちゃんと撮影許可もいただいて。ありがとうございます。はい、いきなり突撃訪問して撮らせてくださいみたいなのは、はい、テレビじゃないからやりません、僕は。はい、さすが男の中の男。トラヤさん、なんと、はい、男はつらいよのロケで使われた。あのですか。トラヤすごい、あの舞台と同じの名前ですけれども、実際にそのロケで使われたところなので、はい、そうなんですね、はい、わ楽しみ。行ってみましょうか。はい、ぜひ。やった、お団子お団子。はい、ということで、はい、お団子を持ってきていただきました。やったお腹空いちゃったじゃないですか。はい、もうペコペコですよ。ね。ね。まあお昼ご飯これですけど。え、本当ですか？やだ。嘘です。あ、よかった。はい。いや、美味しそうじゃないですか。ね、ツヤツヤしてるしね。トラヤさんはあの創業当時から変わらないらしいですよ。そうですよね。うん、作り方とかもね。そう、ヨモギの配合率とかはちょっとなんかね、台によって変わったみたいな。ちょっと台によって食べ比べしてみたかったですね。そうですね。そういう企画もしてみるといいんじゃないかと。じゃあ早速、はい、撮りますかね。撮りたいですよね。うん、食べ歩きの時だったらね、はい、こう外で棒でとかって思ってたんですけど、このお皿スタイルってなかなかね、そうですね、撮る機会ないですけどね。うんうんうん、やっぱあれかな、こうお団子を前にして何を注意して撮りたいかってなった時に、やっぱこのツヤ感を出したいとかかなって思うんですよね。まず、うんうん、この反射してい る, いる感じです。光のこの粒みたいな、うん、それを一緒に撮ってあげるのがいいのではないかなと。はい、はい、でももうこれそのまま撮ればツヤ感出るんじゃないですか。まあ確かに出るかもしれないんですけど、やっととりあえず撮ってみますか。まずここで、まずはここで、はい、もうこの座ってるところで撮りますかね。ここちょうどサイドと、あと私たちの背面からの光があって、はい、もうなんかいろいろこう回りながら撮っていってみましょう。どう変化していくかみたいな。せっかくなので。いいですね。これあれなのかな、端子用にした方がいいのかな。望遠、さっき外で望遠で使ってたんで。あ、なので多分まあ一応こういいのか、普通に標準で撮ってみてっていう感じで。なんかここかな。早く食べたい。そうですね、ちょ早く撮りましょう。あー、なるほど。あ、ちょっとお皿かけさせとかそういうのやってみたけど、あんまり前に撮りたいと思う。上から撮ってみようかな。なんかすごい前にインスタ映えのとかってやりましたよね。ですね。あれ、高松です。高松だ。懐かしいな、高松。行きたいな、行きたいね、また。いや、あの、何でしたっけ、この間のあのレストランメインさんでやった、はい、焦点距離のやつ。はい。これ合わない、やっぱり。こうやると。だから焦点距離が近いんだな、これ。望遠にしちゃダメですよ。だって望遠にするとボケるじゃん。あの時、まあそうなんですけど、望遠だったらもうあっちの方から撮ってくださいよ。単焦にします。はい、ピロキメは単焦広角ですよね。そうですね。なんかこう花子とかに載ってそうな写真ですね。花子です。撮り方ってあるんですかね、花子の撮り方とか何の撮り方とか。でもなんか雑誌によってこういうテイストみたいなのがあるので、それに合わせて撮ったりします。でも花子撮ってたんですよ。あ、そうですよね、はい、なのでふんわり系はやっぱ得意です。あー、そっか、あんまりな。 F はあれしちゃうと。お茶を飲もう。分かった、もういいです、もう分かりました、撮りましたよ、はい、撮りましたか。おお。まああとかけさせるとか、ね、僕これです、もう上からです、うん、これが一番良かったです。もしこれです、コメントは一切受け付けません。これが良かったです。何も言ってないです。まあ立ててもいいかな。立ていいですね、うん、これもあったらかけさせるとかね、うん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 、これがまずこの上、このままの状態で撮って、ね、若干、そうですね、
トップライトとこっちのサイドがちょっと効いてるなぐらいの感じで、じゃあ今度、はい、真反対に行きましょうか。おうおうおう、要するに ここの光源を生かして撮ってみますか、はい、なるほど。光の感じとかはやっぱ全然変わりますね。変わるな、これこだわっちゃいますよ、これ、ね、椅子をすごい笑っちゃうよ、もう笑っちゃう。え、笑っちゃう、うん、あの笑うっていうのね、はけることを、うん、業界用語め。あーでもね、ちょっとボケすぎ、ボケすぎとか言って。こういう感じですか。あー、それお団子にピン合ってました、今。あ、合ってました。本当ですか。あ、合ってるじゃないですか。ほら、合ってるじゃないですか。あ、本当だ。この団子に合ってます。あ、本当だ。いや、いいね、このツヤツヤがね、たまりませんな。文字入れしたいですね、トラヤって。トラさんだからこの余白のところにね、こう特集ページ団子みたいな。あ、そうですよ、だからここのトラヤさん、あの、あれですもん、男はつらいよのロケで。あ、そうですよね。はい、使われたお店ですよ。あの、はい、実家、トラさんの実家っていうことで。そうですよね。そういう設定で。こんな近代的ではなかったと思いますけど、トラさんが住んでた。まあ、確かに、はい。映画見た感じとはちょっと違いますもんね。全然違います。階段上がってくるところは、なんかそれっぽい感じの。はい。あります、ね。趣がね。趣がある。お座敷があります。うん。うん、こんな感じですかね。お団子に合ってます、ピンク。だからお団子に合ってますから。あ、本当だ、合ってた、はい、ボケ味が強いんで、このレンズ。だって単焦ですもん。グマシーはグマシーがっていうか単焦だからでしょ。グマシーですよ、これ。何ですか、何ですか、単焦ですよ。あ、やっぱさっきと比べたら全然やっぱ逆光いいですね。やっぱ料理写真はね、逆光が、うん、確かにこう適度な明るくなりますよ、ね、コントラストとかツヤ感とかね、やっぱね、本当に雑誌 あの表示みたいになってるね。ちょっと私はなんか椅子を入れたやつとか撮っちゃおうかな。あ、椅子をちょっとこう入れた感じとか。でも綺麗に撮れますね、本当に。本当にね、綺麗に撮れる。そうなんですよ、すごいですね、今でしょ。フルサイズじゃなくてもいいんですよ。大丈夫です。皆さん、そういうことなんですよ、僕が言いたいのは。何ですか急に。なんかフルサイズ絶対みたいなね、信仰がありますけれども。え、写真って楽しむためにあるじゃないですか。だから別にカメラがなくていいですよ。ゴダールだって言ってましたよ、はい、そこにカメラがあるならすぐ撮りに行けと。そこに山があるから登るみたいなことですか。です、機材じゃないと。はい、まあ、機材も大事ですけどね、はい。結局どっちなんですか。わかんないです。今はちょっとあの機材好きの皆さんをフォローする意味で言いましたけど。なるほど、優しさですね。そうです。これ良くないですか、もうめちゃめちゃもう。いや、もう雑誌ですね。後ろのツヤとキラッと、ね、うわー、綺麗に撮れますね。いいでしょう。僕のよりいいですね。ピント合ってます。ピント合ってます。しか言ってない。さっきからなんかあんこにしかピント見えなかったからついて。あんこれ何ですか、やっぱ。じゃあこれでどうですか。これでこれでこれで。はい、はい、いいです。何なんですかこれ。はい、いいです。そんなね、もう一回ちょっとやってもらっていいですか。え、もう一回ちょっと撮ってもらっていいですか。撮っていいんですか。はい、撮ってください。はい、撮りましたよ。はい、私も撮りました。本当ですか。はい、何撮ったの。どうですか。なんで僕のケツ撮ってるんですか。しょうもないです、本当に。僕みたいに真剣にカメラと向き合ってくださいよ。そうですよね、確かに。 すごい、すいませんでした。お尻と向き合ってました。お尻と向き合ってましたね。お尻探偵じゃないんですよ。まあそうですね、こっちからの光の方がなんかいいですね。いいですよね、うん、ツヤ感出ますね。なんかビフォーアフターじゃないですけど、
2枚同時に出せたりしますか？出せますよ。なんかちょっと…比較がすごい分かりやすいですよね。もう一個でもできるとしたら、あとこっちかな。こっちの方が結構強いかな。サイドコ強めにできるんじゃないかな。すごい強めに出ますよこれ。さっきよりもなんかちょうどここに太陽が当たってきた。ああ、なんか違うようになってます。あれこっちが良かったですか？こっちの方があれですか、強すぎるみたいな。どうなんですかね。なんかまあ悪くはないですね。でもその角度によって違うっていうのはすごい分かるますね、これ。まあでもなんか逆光、サイド光とかがいいかしら。なんか急にヒロキミンの画面が出てくるとびっくりします。あ、でもこっちに立っちゃうと光がな。そうですね、確かに今ヒロキミンが去ったら急に明るくなりました。どっからの光？今こっちの三脚光にしてます。こっちからのやつで、これあんこ邪魔になってない？あんこそんな邪魔になってないです、あ、でもね、やっぱりサイド結構強いですね。いいですよ。ね、これいいんじゃないですか。いいじゃないですか。ね、ほら。均等に当たってます。ああ、ガッてきてる。やっぱりこうガッてきてる感じは一番横からの。うん、シャフこう二つこう取ってみました。ずるいなこれ。なんでこんなうまく取れるんだ。お団子いいでしょう。これ機材の整理できませんよこれ。そうですよ。はっきり言って。うちの店は家庭用でくれてやめないんでねとか言えないじゃないですか、これもここまで来ると。はい、グーの音も出せませんよ。グーの音も出せないですね。じゃあ僕も頑張る、デボさんで。マクロじゃねえからな、よれねえこれ。まあそればっかりはしょうがないですね。でもなんかちょっと余白出しながらでもいいと思うんですよ。あ、いいじゃないですか。ちょっと私もこっちから撮ってみたいです。おー、はい。なるほど。まあでも写真に正解はないですよ。だから一生付き合える趣味なんですよ。急にどうしたんですか。急に。急に何ですか。急に何ですかっていう。いいこと言ったんですけど、ちょっと反応してくださいよ。なんかヒロキミのくせに語ってると思ったんです。もう僕もね、なんか写真って。どういうことかっていうのはちょっと分かりかけて。本当ですか？私は全然分かんないですよ。ですよね、僕も分かんないです。どうですか？このツヤツヤと。ああ、これは。この S 字構図的な感じもちょっと出してみました。何ですか、この S 字構図。そんなのあるんですか？この曲線の感じとかね。なるほど。よく道路とかそういうのでも使われたりします。これをちょっとお皿で表現するっていう。これは使えるんじゃないですか？いいかもですね。ナポリタン2つとかの時、ね。そうですね。まあ、ナポリタン。なんかでも若干こういうのをもしなんか女の子が乗せるとちょっと匂わせ構図ですよね、これね。そうだ。彼氏と来ましたみたいな、ね、草団子美味しいとかインスタにちょっと一言書いてあるけど匂わせてこう奥にあると、確かになんか若干こうなんかこうあれ誰かいるんじゃないのみたいに思うんじゃないですかこれ。いいですね、ぜひ皆さんその時は S 字構図でね、独身とか彼氏とか彼女いない人でも2つ頼みましょう。2つ頼んで並べる匂わせましょう。こうなったらそうですね。じゃあその対策もできたということでね。弱性筋構図ということで。はい。はい、それいいですね。これはでもそれいいな、どれがいいんですかね。だから逆光、サイド。でもなんか見るとダブル体勢もちょっといいな。一番最初のダブル。いい、違います。違うんですか。ここです。サイドのダブル。サイド逆。サイド逆。逆の二頭、うん、サイド逆がいい。すごくこうお団子を取る上での今回のベストは。なるほど。なんかね、逆光の光がこう机に当たるのも爽やかだし。そうですね。白くちょっと飛んだりとかね。
でこれがなんかちょっとレフ効果があるっていうか、その逆光からの柔らかさとここで光を起こしてあげてのっていうのの2等っていうか、いやなんかもっといろんな料理で試したくなってきますね。そうですね、じゃあちょっと頼みますか、この料理。そうしますか2個ずつ頼みますか、はい、大人数で来てるぞじゃあそんな感じで食べましょうか。ちょっと、ね、固くなっちゃうから食べましょう。そうですね、はい、そうします。じゃあこういう感じでそういう置き方なんで箸置きにもなる死後の蓋、素晴らしいじゃないですか。どんなクリームが入るかちょっと分かりません。はい、いただきます。いただきます。すごいね、もちもちが柔らかいですね。弾力、弾力ありすぎて一個ずつ取れないんだけど、あ、これがいいかな、これちょっと食べて。あんこに目がなくてね、もう本当に。いただきます。サラモンうまいっすよね。なんなんでしょう。ちゃんとよもげの味する。しますね。あ、うまっ。誰が団子に草入れようと思ったんですかね。ね、普通あんま考えなくないですか、草を入れる。そうですよね。うまいな。うまい。これどうやって締めよういいんじゃないですか、こうやって食べてる感じで、これフェードアウトしてる感じで、ここからふわーってでてて、でてってなるんですよ。